こんにちは、ヘッドコーチです。今日はボールを使ったライフキネティックトレーニングを紹介したいと思います。今日使うボールはこれです。それではやってみたいと思います。どうですか。最初はボールタッチをしながらテニスボールを投げたりキャッチしたりします。結構やってみると難しくて、ボールタッチに集中してしまうとこの手のボールがおろそかになってしまって、手のボールに集中してしまうとボールがどこにあるかわからなくなってしまうので、すごく難しいものになっていますが、これがすごく大事なところで、同時に2つのものをやるっていうのがすごくトレーニングになると思うので、ぜひ試してみてください。2つ目やってみたいと思います。どうですか。なかなか2つのことを同時にやるっていうのは難しいこと で、そういう部分を脳に刺激を与えるというところがトレーニングの効果になります。ウォーミングアップなど、練習の前に実践してみるとすごくいいと思います。こういうものができるようになってくると、だんだん難易度を上げてやっていくことをお勧めします。難易度を上げていくことですごく体と頭と体を上手につないでいくことができるので、プレーがしやすくなったり反応が速くなったりします。そういうところを鍛えて、よりプレーの効果を高められるように練習してみてください。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。これからも動画配信していきますので、チャンネル登録と高評価ボタンでクラッキーチャンネルを応援してください。よろしくお願いします。